はい、初撮りでございます。 S ログ2プラ 1.3 補正ですね。撮ってますがいかがでございましょうか。はい、新しいね酒場屋さんができたんですよね。はい、今日はね S ログ2ですね、 24fps でね撮ってますけれども、どうですかね。はい、レンズはね 35mm の F1.8 でございますが、どうでございましょうか。はい、シャッタースピード優先でね、いやフォーカスなんか合ってない感じするんだけどな、どうでしょうかね。はい、ちょっとボケてるような気がしないでもないですけど、はい、今日はねシャッタースピード優先のカメラ任せですね。ですので ISO と、F 値はねカメラが勝手に決めてね撮ってくれてます。はい、ガチャガチャのお店ですね。はい、ここは何ですか、菅井ディノスさんですかね、ちょっと有名なところもありますね。はい、一応ねタヌキさんの目のところにトラッキングフォーカスっていうんですか合わせてるんですけど、どうでしょうか、うまく撮れてますでしょうか。今 F2.2 プラ 1.3 ISO 500で撮れてますけどね、どうでしょうね。背景のノイズ感ですとかいかがでございましょうか。はい、タヌキ君のところねトラッキングかけてますけど、どうですか S ログ2ね、かなり看板なんかも白飛びしないで映ってくれてるとは思うんですけどね、いかがでございましょうか。はい、たぬきくんコックさんですかね。はい、ちょうどね電車がね止まってますね。はい、今度はねすすきのの方まで来たんですけどね、まあ、もうかなり空は真っ暗くなってきてるんですけど、はい、すすきのといえばね三日ウイスキーおじさんなんですけどね、今ねプラ 1.7 にしてるんですけど、どうかな、 S ログにしてはなんか暗いような感じがするんですけどね、 ISO500 でね撮れてますね。ニッパチのプラ 1.7 で撮ってます。はい、まあね緊急事態宣言中ではありますけどね、人はね結構出てますね、すすきのの方面は。さあこんな感じですか。はい、どうでしょうねこの路地裏の雰囲気。あ、ちなみにね 4500K でね統一して撮ってるんですけど、後で僕カラグレで色はね、補正かけちゃいます。一応ねカラグレしやすいように4500でね統一して撮ってます。はい、今日はねマイクはねソニーの例のデジタルのワイヤレスマイクですね。デジタル音声で撮ってますけど、いかがでございましょうか。はい、ここのね通りなかなか夜になるとねいい雰囲気になりますよね。フォーカス合ってるかな。はい、札幌はねこんなスターバックスなんてね洒落た店も結構ありますね。はい、夜のライオンくんですけどね、ちょっと雨がねポツポツポツとね降ってきましたね。どうでしょうか、ライオンくんかっこよく撮れてるかな。はい、すごいねなんかウィンドウが綺麗。はい、35mm レンズのねアクティブ手ブレ補正使ってますけどね、なんか映像がやたらにじんでるのがこの画面でも分かりますね。多分ジャイロ情報をもとにある程度ね補正をかけちゃってるんだと思うんですけど、ちょっと使えねえかな。これはものすごいクロップもねされますしね。はい、で今通過しますね。どうでしょう。はい、あとねなんかローリングシャッターどうですか、建物結構歪んでます。
どうでしょう、ごわんごわんしてるかな。なんとなくやっぱり確かに沈んでる感じはねしますけど、どうでしょうか。はい、ということで今日は ZVE10 の、ね、デビュー動画をお届けしました。簡単ではありましたけどね、いかがだったでしょうか。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。